夏夏はは暑暑いいいい特ににこの夏は本当に暑いですすねセミ鳴いていますしかし、コモさんと一緒にこの暑い夏を乗り切るためにスタミナをつけましょう、そして涼しい風を感じませんかということで、納涼クルーズをバーベキューして行うことにいたしました。ご案内いたします こちらが2階のデッキ席です暑いかなと思われるかもしれませんが夕方5時の出航ですそして水の都大阪ですね川の上をこう吹き渡る風の爽やかさこれをぜひ乗船して実感してくださいお飲み物ですがちゃんとクーラーボックスにたっぷり入れておきましょうお好きなものを取りください持ち込みも大歓迎です そして1階にもこちらは冷暖房完備のキャビンがありますこの中でもゆっくりと召し上がっていただけますこちらです私は頭が当たってしまいますお肉を焼くのがこの6連バーナーここで A5 ランク、差しの入りから12点満点の最優秀の牛を焼きます。食べてください もさんが一頭買いしてきたあの最優秀の和牛をぜひ一緒にこの涼しい環境で召し上がりませんか8月21日の日曜日八軒八浜を午後5時出港2時間のクルーズですどうぞお申し込みは IAC トラベル大阪支店まで おはようございます。8月17日の今日は水曜日ですね。時刻は午前8時39分です。コモさん、コモリ則でございます。生配信ご覧の皆様にはバーベキュークルーズのご案内を今ご覧いただいたところなんですが、はい、えー、実はもうあ今日で締め切りなんです。 はい。あの、クルーズなんでね、えー、乗船名簿っていうのを作って提出しないといけないということで、まあ、ギリギリまでというふうにお願いをしておりましたけれども、本日締め切りでございます。今度の日曜日。 えまあ残念なことと言いますか、やっぱりね、コロナでとか濃厚接触になったとっいう方、直前でもキャンセルの方はございまして、そちらもあのはいそういう事情ですので、キャンセル料とかなく、解除させていただいているんですけど、なので、まだ余席ございます。 はい、えー、そうなんですでよろしければ、きょ電話は午前10時からの受付でございます、05020183210、IAC トラベル大阪支店でございます。 でえー、っとビンゴ大会をやるんですけど1等の賞品としましてコモさんからお肉をお、はい、プレゼントさせていただきます何にしようかなといろんな希少部位もあって、えー、そういった希少部位の焼肉盛り合わせも出,して出させてもらってるんですけどやっぱりこれかなと思って、はい、サーロインステーキサーロインステーキの2枚セット、えー、言うてもなんぼでしたっけサーロインステーキ2枚セット。 1>, 1万6200円、はい、駒さん太っ腹でございます、えー、プレゼントさせていただきますし、IAC トラベルさんからもですね、ミスジステーキ、こちら、はい、最後残ってたものをあのプレゼントさせていただくということにしてもらいました。あと、まあ、サラダとかも出すんですけど、やっぱりまあ、なんていうか、まあ、ご飯炊くわけもいきませんので、ね、どうしようかなと思って、えー、パンを用意しております。 クスパンさんにはいお願いをいたしましてえー、焼きたてのものを冷凍して送ってきていただいたらちょうど解凍してえー、具合になるんじゃないかなというので、えー、夢食パンとそれからバゲットですねはいフランスパンを用意しておりますのでまあちょっとそうですねあのグリルありますから炙ってトーストしてっていうふうに食べてもらうこともできますし楽しい2時間でございますどうぞはいえこ、ー、もさん本当に、えー、真面目に皆さんお願いをしております あの、どうぞ乗ってください。そして、えー、買ってください。ほんまはまあ、お盆休み終わるまでにね、えー、お肉の方ももう全部売れて、やったー言うて、ご報告したかったんですが、おかげさまで多くの方に買っていただいてはいるんですけど、えー、まだ、まだまだ、まだまだあるんです。なんといっても450キロある牛、一頭買いしておりますのでね、はい。どうぞ、皆さん。 もう本当に、もうここまで来たらですね、美味しいとか、えぇ、柔らかいとか、えぇ、ランクやとか、ああ刺しが12点満点やとか、ああ品評会で最優秀やとか、えもうそういうことはもうずっともう言い続けてきました。もうここから言えるのは、私を助けてください。ホモさんを皆さん、助けてください。長官チェックをご覧の皆さんで、どうか助けると思って、 まず間違いないです美味しいお肉をどうぞ買ってくださいませそしてよかったらクルーズ21日の日曜日でございます今日まで今日の午後5時半が電話の受付締め切りとなっておりますので、えー、お願いをいたしますでは長官チェック今日も参りましょうスタートでーす 改めまして、おはようございます。時刻は8時43分になりました。こもさんこもりやすのりでございます。今日も天神バス商店街106てんこ盛りスタジオから朝刊チェックをお届けしてまいります。今日は読売新聞を買ってきております。さて、えー、大文字ですね。はい、あの五山の送り火が久しぶりにちゃんと点灯されて昨日行われました。なんか？ えー、雨の影響でちょっと遅れたんですかね、10分ぐらい遅れたというので、まあ、中継とかしてたら、うん、大変だったと思いますが、えー、コモさんもまだ本当に新人の時ですね、3年目やったかな、うん、えー、三上知恵鈴江香りが入ってきた年ですからね、確か、えー、1987年、昭和62年ですね。 あの行かててもらいましてねアドリブランドという番組がございましたのでまだ駒さん髪の毛ボうボうの時でしたけれど、えー、左大文字の保存会の方にお願いをいたしましてあれ火床っていうんですけどね一個一個の炎が立つところで何度も何度も山登ったり下りたりしながらですね、えー、木を運んで,で組んでいくんですよ、はい。それやらせてもらいました。どっかに VHS のテープで 自分の出演した会話全部撮ってるんでねええー、どっかでやっぱり、まあ、もう DVD ではないのでファイル動画ファイルにしとかへんかったらあかんなと全部私の書斎の VHS ばっかり置いてる棚に入ってるはずですけどね、えー、楽しかったししんどかったしうんであれ考えてみると当たり前なんですが左大文字の人は左大文字見えてないんですよね。 <laughs> それはそうですよね。鳥居の人は鳥居が見えてない。自分,自分らのところは。でまあまあ順番に時間差でつけていくんですけど、予想のやつは見られるんですけど。はい えーまあ、久しぶりのやっぱり五、まあ、山の送り日っていうのは、まあ、そういう、まあ、観光イベントでもありますけれどもやっぱりね、はい、あのご先祖さんが帰っていきはるというのを送るものでございますよ8月15日、えー、いわゆるお盆として先祖を敬う手を合わせるっていうだけじゃなくてね、えー、昨日の晩黒田さんとの話でもしましたけれどやっぱりまあ,あ 戦争があったんだということこれからの自分たちをどうしていくんだということを考える日でありたいなと、えー、今日も心新たにお届けをしてまいります長官チェックでございますお盆休み明けで出勤の方もいらっしゃるかと思いますがどうぞお時間の許す限りお付き合いくださいませでは長官チェックヘッドラインです 岸田総理大臣は夏休みに入り、昨日はゴルフを楽しんだということですが、政府は15日、全国民が今、最も知りたいと思っている統一国教会と閣僚や政務三役との関係について、調べる気は全くなく、葬り去りますよということを閣議決定しました。 総理自身が統一協会の広島県のトップとツーショットの写真を撮っているぐらいなのでそれはしょうがないことなんでしょうか政務調査会長として生き延びた統一協会と関係のある萩生田氏が先の参議院選挙で当選した生稲晃子氏を八王子の統一協会施設へ連れて行って支援を要請していたことが明らかになりました 以前はしょっちゅう行事に参加して一緒にバーベキューもしていたのに急に知らんぷりを決め込むなんてと信者からは人としていかがなものかという声が上がっています新型コロナウイルス昨日の全国新規感染者は16万6205人高知県は出したからといってどうなるもんでもない BA.5 対策強化宣言をしました 搬送困難事案は3週連続で過去最多ここに来てようやく加藤厚生労働大臣は感染者の全数把握の見直しを検討すると全国知事会に伝えています政府は配備を断念した陸上配備型迎撃ミサイルイージス・アシュアに代わるイージス艦2隻を建造しますが それに敵国の陸上施設を攻撃できる長距,離弾、えー、長距離巡航ミサイルを搭載するつもりであることが分かりました防衛のためでありますが自衛隊の攻撃能力はますます強くなります一方中国軍の調査船が16日スリランカに入港しました経済支援の名のもとで小国を絡め取り借金の方に港を取られたスリランカ こここにに中国軍がままたた一つ足場を築いたことになりますロシアに併合されたウクライナ・クリミア半島にある弾薬保管所で16日爆発が起こりましたロシア国防省は今回はタバコの火の不始末といった嘘はつかず破壊工作だと認めています歌手のカモン達夫さんが急性す炎で今月初めに入院していたことが分かりました 主治医からは禁酒令が出たそうです人事ではありません熊本県の国見岳で下山途中相談していた38歳の男性が行方不明から7日経って発見されました水だけを飲んで過ごしていたということです甲子園夏の高校野球全国大会ベスト8の残り4校下関国際 九州学院成功学院そして大阪党員いずれも準々決勝に進みました明日行われます阪神タイガースは結果は置いておきまして矢野監督のコメントがいらつきます同じような試合展開でやられている選手は何とかしないと思ってやってくれているけど形にならない 早く形にしてください。7連敗です。以上、8月17日の水曜日朝刊チェックヘッドラインでした。 時時刻はは8時50分ですす今日は読売新聞を買ってきてきおりま1面のトップは、まあ、シリーズの記事といいますか、まあ、今もその貿易で稼ぐというよりも物の,の値段が上がっている資源が足りないそれは資源というのは必ずしもエネルギーだけじゃなくって食料とかですね、えー、そういったものを貿易で稼ぐというよりも自国優先になっているというところの問題点について触れている記事でございます。 さて、私がトップに持ってきましたのは、まあ、おとついのことではあるんですけれどもね、はいえーとうん、閣議決定をしたと、まあ、閣議決定自体は、まあ、いろんなこと、うん、あのいろんなことがありますので、えー、まああの まあ大したことないっちゃ大したことないんですけどね、うん、もう調べませんと、統一教会との関係についてはということなんですよ。で、そもそも内閣改造の段階で、統一教会との関係について、えー、いろいろと調べるというか、まあ、自分でですよ、自分で調べて自己申告をしてっていうことを言ってやったはずなのに、まあ、どん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 出てきてるわけですね、ええー、なんじゃらほいということなんですが。 個人の政治活動に関するもので調査をする、行う必要はないという答弁書を閣議決定。統一教会と大臣、あるいは副大臣政務官らですね、A、そういった今の内閣を支える人物についてということなんですよ。ええ。あー、いやは <laughs> まなんでしょう、まあ、先に国葬をやりますって言うて、言ってしまって、後からしまったって、まあ、今思ってるだろうなと、えー、結構、岸田さんっていうのは、一時の感情でもの決めてしまうのかな、うん、あるいは誰かから言われて、あそれいいなと思ったら、いいね、いいね、それいいねと。えー 西松屋ではないですがああ決めてしまうのかなと反対の声があるかもしらんなというプロセスを書いている人ではないかこれはまあ,あの総理大臣になった時から言うてましたけど結局総理大臣になることが目的な人だったので総理大臣になってこれがやりたいということがあるわけではない人であるということともつながっているかもしれないんですけどね。ええ まあまあこんなことを言ってるとまたその安倍がや菅がみたいに同じように思っていると思われるかもしれませんがまあ言うてもそのね700分の1の国会議員ではないわけでまあ議員の立場としてはそ何百分の1ですけれど大きな力を持っている人がですよ。しかもまだ 安倍さんが安倍さんの実力と安倍さんの、まあ、強権的なやり方も含めてですね菅さんも含めてやってきたあの内,閣に力を内閣が力を持っているっていうそのシステムがまだ惰性が効いてるわけですよね。えー、安倍さんが安倍さんのやりたいようにやってきて人事ちらつかせて、えー、ねえ うい,こと,をいうことを人ばかりを集めてそうでないやつらは切って捨てていってっていうことをやってきたわけでしょまあ結果としてその新宿のお姉ちゃんのとこ行ってたことが公安からばらされたのかなんか知りませんがそれでえ反旗を翻してるように見えている元文部科学次官なんかも含めてですねああいうことをどんどんしていってあのー 強い力を内閣が持ってきてきるわけですねでその力はを,を使おうとし,しているかどうかは別として岸田さんうんでも内閣にはまだあるんですよねきっとねその惰性がまだついたまあ、まあ、あ新幹線が急ブレーキかけても止まるまでに2キロかかるようにですね貨物列車の何十両っていうやつはそんなに 阪神のジェットカーみたいに急加速して、急減速して、平均駅間距離1キロを素早く動くというものではありませんので、止まらない力を持っていて、しかし、何かパッとええと思ったら、僕、駒さんもそういうところありますからねあ、あよし、え品評会いけるんですか、あ、行きます、はい。え 買,う買,うあ買,買います?」って言っ、はい、私はそういうところありますんで、えー、よく分かります、うん、自分ですからね自分を見ているようですね、えー、でこうで見てああまだ残ってるって言って頭抱えてるわけですけど <laughs>、はいあのー、そうなんですよってきっとそういうタイプなんでしょうねで今回も まあ国葬をするっていうのも良かれと思ってもちろんやってはるしまあそれを支持する人もありますがどんどん反対する人が増えてきているっていうのはまあそれは結局安倍さんの評価ということもありますがやはり統一教会との関係ということがまあまあどんどんじわりじわりと聞いてきてるわけですよね。これはま,あますます今後うんえ9月の末行われるまでのところで高まってくるとしか考えられへんじゃないですか。それをととかしようと思ったら、まあ もう一回近いところで内閣改造はさ、できへんとは思いますけど、統一教会との関係について、こうこう、こういうことでしたとでた、ただただ、結局みんな嘘ついてるわけでしょ、言ってへんかったっていう人がおったりとか、もうそういうも,しう,もうしょうもない、子どもがいつも言うように、宿題やったっていう嘘ついてるのと同じような低レベルのこと。 やろうととと思ってたたんだとかか、うん、一文字書いたとかってそれ宿題やったことにならへんでしょうっていう話なんですけどその程度のことでお茶を濁そうとしているからみんな怒ってるわけで反対論が高まっているわけで、えー、今ここで統一教会と閣僚政務三役との関係の調査を行う必要がないという政府答弁を閣議決定するっていう判断が。 なぜ出てくるのかということが私にはさっぱりわからないんですけどまあもうほんまにそれはひろゆきさんが言うように闇に葬ろうとしているとしか受け取れないですよねうんなんですよ、うん、な,なんでだからまあ意外,意外にあのまあそれは僕の見方ですけれど、うん、岸田さんという人はパッと思いつきでやっちゃって、えー、それに対するえ ってていうう人の話を聞く前に決めてしまう、まあ、それはもうコモさん自分がそうですからはいできっとこの人に相談したらえって言われるやろうなと思ったらもう相談しないですもん <laughs> <laughs> はいええー、であとで「ほらそうやったでしょ」って「思ってましたよ」って言われて「あほんまやな」って言って頭カキカキするわけですけどまあまあ コモさんは自分の会社で自分のねお金出して作ってる会社でえ自分が払うもんですからそこで損しようがまあ自分の自分の責任ですしえまあきっとそんなん言ってる間にもう多分今日こんなに言うてますからねもう皆さん朝刊チェックを見ながらストアーズのサイトへ行ってですねもう,もう爆買い皆さんがしてくださって全部売り切れたっていうことになったらいいなと思ってますけどあの そ,のそういう意思決定のあり方が国のトップとしていいですかってなったらその岸田さんの自己責任で自腹で全部やれるわけじゃ当然ないですし国民の命やら安全やらみんなかかって,てくることですからうんまあお休みも大事だと思いますよ。私は休まないということを自分で決めてやってますからえ皆さんから休んでやって言われてもそれは休まないんですけどそれは自分なりの理屈があって。 休まないでいででるんですけど、まあ、総理大臣という重責がゴルフの一つもしたらいいですしいいんですけどただ今休みの前に調査する気はないという閣議決定を出してあるいは、えー、その BA.5 の問題で新型コロナ後で話しますけど、えー、その全数検査を見直すとかっていう根本的な2類から5類とかっていうことを。 今、決めていかなきゃいかんときに、はーい、おやすみでーすって、いや、まだ連絡は取ってるでしょうけどもね、<laughs> 気の昨日休まるときはないとは思いますが、うん、どうなんですかねということ、まあまあ、それぐらい言われるのもしゃあないですよな、あれだけ力を持って、自分が決めてるわけですから。うん 9時になりました。9時になったら9時クイズ今日も浜村さんの答えは1番であるということを私が、はいえー、もう高らかに宣言をいたします。さて、えー、萩生田さんにつきましては。 ねえー、ちょっとコロッとした体型で何か行って話したらみんな盛り上がったそうですよ統一教会のの信者の人たちが言ってはりました、はいバーベキューも一緒にしてくれて、えー、あんだけみんな仲良くしてましたと、まあ、その分ねえーまあ、安倍さんの手下としてですね、えー、あの親分肌ではなくて子分肌。 っていう言葉古文派だってて初めて聞きましたけどね親分派ではなく、子分として重宝されるタイプ、それを子分だって言うのかどうか知りませんが、えー、立派な子分だったそうでございますけれども、えー、その萩生田さんがですね、統一教会との関係がやっぱりきっとあって、でそこで差配してもらえる票数を自分でまた差配すると。 で、イクイナ・アちゃんを連れてですね、八王子の教会の関連の施設へ行って挨拶をして、まあ、それで何千秒、はい、彼女にあげてやっていうやりとりをしたのかどうかは闇の中ですけれども。まあ、しかし、ええー、まあ、そういう話なんだろうなとは思いますよね。ええー。 お父さん会ってほしい人がいるのと娘に言われて男友達連れてきたらそはまあその時になれへんかったとしても結婚しようと思ってんのかなとかって思うようなもんですよねえへへへうん別に初めて会った人でええお腹が空いてるって言うからうちに連れてきたのって言ったら青かって言いますもんねそらゃ、そ <laughs> そらそうでしょう生稲晃子をね選挙前に連れてきたらそら ああいつものように票数の中でこんだけやってねと。肉切ってね1枚 250g 前後ですとかっていうそういう話じゃないんですからね。 4 5 0キロありますけど、まあ、骨取ったら3 5 0キロで、まあ、油取って精肉していったら大体3 0 0キロぐらいで、ええ、まあまあこれを考案して切っていきましてねって、はい、ヒレなんていうたって全部で6キロぐらいしかないですからねみたいな、まあ、そんなところでピッピッと切り分けていって、ええ、肉の丸福の中山社長が上手にこうさばいていってくれはんのと同じようにですねその統一協会票というやつをこう。 切っててさばい希少部位であろうがどこであろうが一票は一票なわけですけれど。で、えー、そんなことしてたこともだから後からほんまにボロボロ出てきますやんか。ね、でボロボロ出てきてそら統一教会の側の人あの組織として悪徳商法をしてる霊感商法をしている、えー、その献金が韓国に上がっていっているとかっていう問題はありますが一人一人の まあその騙された人たち騙されているとまあ僕なんかは思ってしまいますがまあ信じている人たちもあるわけでありましてねえその人が悪徳商法の片棒を担いでいるんならその部分は問題ですけれど何かしら頼るところがあってえまあそれが宗教法人という税務上のですねえメリットのあるところかどうかでもなくそれは。 宗教法人といわれなくても、まあ、小森教というものがもしあるならばですね、えー、宗教法人としての無税はございませんけれど小森さんに帰依する人がいたって別にかまへんわけでありまして、えー、そういう善なる信者の皆さん視聴者の皆さんからしたらですねあまあは信者ですけどねこの場合ね、うん、やあんだけしょっちゅう来て笑顔で。 まあ、握手したかどうか知りませんけど写真も撮ってくれたのかどうか知りませんけどバーベキューもしたら一緒に楽しくしてたのにいやいや知りませんそんなものはいやそういう関係が,があったんですかいやそのことについては全然知りませんでしたいやいやそんなことはしてませんえあしてたという記録がありますかああよく覚えてないですねいやまさかそんな関連してるとは思ってもみませんでしたで何か問題がみたいなことを言われたらですよ ねあなた、ああ、そら、愛し合ってたとまでは言わないですけれど、ね禁煙をお互いにしてたのに、知らんぷりって、それ、人としてどうなんですかとえ、そういう人が、ね何か担当することで、被害者の団体の人らに大手話して、ねまあ小池百合子さんが、ね 拉致被害者の人の話を聞いて「あすみません私あなんか忘れてきました」ってなんかねバッグだけ取りに行ったりとか「時間がないので」とか「やになら」って言って記者会見のカメラ回ってるとこ以外では冷たくしていたことがあるようにですよ、うんまあ、そんな人が本当に弱い人とかの立場に立ってですね政策を決めたりというふうにできるとは思わないですよね。うん、でそんな人を まあ大臣からは外しましたけど、ひょっとしたら大臣よりも力を持つ、今後の派閥の中ではですね力を持てる政,政務調査会長にしているっていうこと、やっぱりあの本気で内閣改造のときに統一教会との関係を清算しようなんていうようなことは、岸田さんはこれっぽっちも思っていなかったっていうことの、この2つは表れですよね。 本当に、でいや他にも考えなあかんことあるでしょっていうことは言ってはると分かりますよ、分かるんです、後でまあとでイージス艦の話とかしますが、他にもやることあるやろっていう人に言いたいのは、他にもやらなあかんことがあるから、とっととこんなことは、だからイージス艦にその長距離の巡航ミサイルを積むかどうかっていうのは、まあ、積んだらええっていう考えもあるし、それによってより危機関が高まるというのもあるんで、そこはまあ話し合いましょうと。 それもあんまり時間かけずに話し合ったらいいんですけどそれやる前にその人が中国に対して韓国に対してどういう姿勢を持っているのか統一教会に対してどういう嘘を持ってるのか考えを持ってるのかどういう嘘をついてきてるのかということをとっととやってしまいましょうよと今別に中国が韓国が戦争しようとして北朝鮮がミサイル発射しようとしてるとも言えますけど今飛んできてるわけじゃないんでいつ飛んできても分からへんって状況やっていうんやったら。 まあその前にとっととその時に意思決定をする人たちがどんな人間であるのか外すべき人は外すんだっていうことそれをとっととやってしまいましょうって言ってるだけの話であってええそれをとっととせえへんからいつまでもうだうだ言われるわけでありましていつまで盛りかけええ桜は言うてんねやっていう人うんまあ彼らには彼らの理屈があって 結局悪魔の証明みたいなもんでないものを証明しろって言われたってできへんねやって言いますけどそれはみんな心の中で思ってますよ。まあまあ忘れる部分は心の中で思ってるということは心の中で忘れていってる部分もありますけれどもそれをいいことにですよ。ええ。やっぱりそれはおかしなことで嘘八800が並べられてたっていうことは現実ですから。うん 僕はまあそう思う思んですけどね9時8分さて、えー、新型コロナウイルス昨日の全国新規感染者数は16万6205人で、まあ、これはまあ今全数検査が行われているとも言えますが、まあ、漏れている人もいるであろうと周りでも皆さんの周りでも多くいらっしゃるかと思います。中にはししんどくてしんどどくくててと あるいはそれがあ何日も続いてといやいや一晩だけでしたといやいや全然何もありませんでしたよとまあ本当に人それぞれだと思います、えー、自分としては感染しないとかあるいは感染してもっていうところで言うと免疫力を高めておきましょうそのためには笑いましょう <laughs> とこうやって <laughs> 嘘でも笑ってたらそれ15秒でしたっけえー、やると 体温も上がります。しまあ,まあやってみたらわかります。本当にえーえー冷房の効いたところでもですね。15秒20秒あ <laughs> って笑っていたらはい体温の上がる感覚っていうのはありますよね。それはまあきっと免疫力が上がっているっていうことだというふうに思いますし、でまあそういうまあ自分でできることは自分でそれぞれするんですけれど。 おー救急搬送の <laughs> 困難な事案というのがあーもうたくさんありますと数字でも表れてて3週連続過去最多ということですし、えー、実際問題新聞に載っている事例であったりとかあーリスナーさんね今この朝刊、うん、チェックをご覧の方、うん、自身がやっぱりそういう経験がありますよという書き込みチャットであったりとか。 あるいはコメント欄であったりとかっていうところに出てきていますなので決してレアなケースではないということですねはいでまあじゃあ,じゃあまあかといって本当にじゃあ行動制限をかけたらいいのか行動制限をかけた果たしてどこまで下がるのかまあここまで上がってしまっているという現実もある中でうん。 でただまあね、まあ、こんなに感染力が強いっていうことまでは、まあ、まあ言われてはいましたけどね感染力の高いもんですよという今の株はそうですよっていうのはありましたが、まあ、ここまでとみんなが思って今言ってるのかっていうと、まあ、そ,うそこまでは思ってなかったところもありますけれどもでもまあねえー、家庭の話として このぐらいに上がったらこうなるということを想定して手を打っておかなかったことの責任というのはやはりまあ政治なり行政なりにあるんだとは思いますね。その中で現場は一生懸命やってはりますし、えー、加藤厚生労働大臣に今になってようやく全数検査はもう難しいというようなことをそれでもう全数検査でないところ定点観測、まあ、それでもあの要は傾向はつかめると。 増えていっててていいっっののかかそれがどのくらいのまあ実効再生産指数ですかとかっていうようなことを出してくる大まかな数字は分かるのでえ全数検査っていうのはもうやめましょうという話にまあ,まあ前からずっと言われてるんですよ。僕らレベルでもそうやないうてまあ議論とまでは言いませんがあ頭の中で考える程度のことをここに来て。 要はもうやむにやまれずどうしようもないもうあちこちから阿炎共感悲鳴が上がっているまさに災害レベルであるっていうことの声がようやく届いてこれを考えてみたら地震や津波や大きな森林火災や水害やで考えたらですようんこんだけいろんなところからもうピーポーピーポー言うて、えー えー、ヘリの中継も出ているのにもかかわらずそのまま宴会続けてゴルフ続けている政治家のようなもんじゃないですか。はあ、いやそれはその声はもっと早く聞いて、えー、見直しを検討とかって言うんやったらじゃあなんで3日前にしなかったんですか1週間前にしなかったんですか1ヶ月前になんで考えとかへんかったんですかって言われんのはそれはしゃあないしゃあない。 ですよねそう思いませんか、うんまあうん、かといって、うん、他のその,そのことばっかり言うてても自分らがかかることもあるんでね、えー、この間、はい、うちに4回目の接種を進める、はい、チケットが届いて、えー、おりました。はあ まあまあ、別にまあ僕その免許を持っている放送局の正社員でアナウンサーであるという立場ではございませんので何かを代表してこう言わなければならないということはないので一個人としてどうしようかなとは思ってますね。いやまあ今までの僕の僕考え方からするとまあそらあ中には 副反応というものが出ることもそれはレアケースとしてですよそれが1対1の割合とか10対1の割合とかっていうような高いレベルであったらちょっと考えますがまあ、うん、レアケースであるということからするとまあ売ったところでかかのはかかるるののはみたいでですね今のやつで言うと、ねでまあ、もう過去にかかってたのかもしれないですしそれは分からない無症状のままっていうこともありますから。 でまあ、何度もかかるっちゃ何度もかかるもんなんで、えー、理屈から言うと僕の頭の中で言うと自分の今まで考えてきた理屈から言うとまあ剣きたんやったらもう一回打っときましょうかと、まあ、それによって一晩二晩熱出るかもしらへんけれどなので、まあ、タイミング見て明日がええとこのナレーションとかでない時を選んでえー、打っときましょうかとまあ あーバーベキュークルーズもありますし9月にはね北海道北見のツアーも行くわけで、まあ、こんだけ本当にみんなコロコロやられていってしまっててですよ、えー、そそら噛めば噛むほど亀井丸ようですの亀井さんが体調不良で休むって言ってもまあ まあやっぱりでもカメちゃんがいないカメカムはちょっとやっぱり <laughs> カモト君は頑張ってましたけどあのやっぱりカメ,カメちゃんのいないカメカムはないなとは思ったけどまあまあまあい,いやあの番組としては成立しましたやんかかうん,うんせやけどコモさんと行く大人の修学旅行でコモさんがいなかったらどうしますかはいえ業務連絡業務連絡はい今広さんもし 9月の頭にコモさんがコロナでにかかってしまったらツアーはどうしますか <laughs> 今広さんと行く大人の修学旅行。まあ,あのそれでも楽しんでいただけるようなことにはなってますけど、まあ、笑い事ではないですけど、ね、ほんまにね。<laughs> まあ、じゃあじゃあコモさんがずっと。 あのどこにも誰とも接することもなくウーバーイーツでものマクドナルド運んでもうてこのわずかな距離を <laughs> もしくは、まあ、ピロミンさんに運んでもらってここでお金払うてそれでずっとここで誰にも会わずに絶対接触しないようにってしたらええんかってとそういうわけにはいきませんからねうん9時16分。 コマーシャルの入る方にはコマーシャルさて、えー、っと読売新聞、まあ、あの特集記事がなければこちらがトップということで,です、ねはい、イージス艦に長距離弾巡航ミサイルを積みましょうという話でございます。まあ、元々そのイージスアアショア あ海岸においてで飛んでくるミサイルを迎撃するミサイルをミサイルで撃ってしまうっていうものですねで、まあ、北朝鮮なんかがどんどんとその、うんまあ、核も含めてですね、えー、ミサイルの実験を繰り返し精度が上がってくる中で喫緊の課題として、うん、置こうとしたんですが。 あ何よりもミサイルの精度とかいうことよりも自衛隊のまあ地元対策とかっていうところがあまりにもずさんでえーえーとんでもないとそれはまあまあミサイルの基地があってそこから飛んでったら周りに残骸が落ちたりするっていうこともそれはあったりはするでしょうしまあそんなんでいうと基地が置いてあるっていうところ。 空港の周りでは物が落ちてきたりとか機体そのものが墜落したりとかっていうことも考えられるわけですし演習場の近くでは流れ玉が飛ぶということもそらあったりはしますんであってはならんことだけどまあどこかでごめんなさいとそらまあ原発もそうですしそしたらまあ火力発電所はどうだとダムはどうだってなったらそらまあ全てのものに何らかの問題あるわけですが、えー 地元を説得できるできないという実に自衛隊の組織とか担当者の問題でそのイージス、まあ、まあそは機能の問題もありますけど結局導入を断念という手多落だったわけですねでもまあそれではいかんというので、えー、では陸上ではなく艦艇で船において今も,今もイージス艦はありますけれどで えー、そういういのを2席作りますすとというこであきま,せんもんなまあまあ本当はそれで言うともっと業者お,お金かかるんですけど、えー、その訓練したりとかあ、まあ、実践というか配備するものとドックに入る時もあるでしょうし、ねえー、乗組みも休ませなあかん時もあるでしょうしいろいろだと思うんですがまあでもまあ2隻と。 でそこに積みますミサイルですね。で、まあ、北朝鮮必ずしも沿岸部だけじゃなくて陸地の中山の中移動して鉄道から発射するものいろんなタイプのミサイルがあります。で飛んできたことを探知して探知して判断して撃てと。 ということになりますとまあ大体その間には日本海には来ているであろうということを考えた射程のミサイルだけではなく敵基地攻撃能力改め反撃能力というもので言いますと、えー、もうまさに撃とうとしているぞということがわかったらまだ撃撃つ前でも撃っととかかなあかんとだって必ずしも来たミサイルを迎撃して破壊できるとは 限らないその場合日本の国の中に着弾をして、えー、財産であり生命を奪われるかもしれない、うんえー、ならばあ撃つ前に潰してしまおうというのが、まあ、その反撃能力といわれるかつて敵基地攻撃能力と言ってたものですね。はい、そううででですす敵基基地地攻撃能力いいいんですよのがあ 列車で運搬しているその発射台を基地というのかどうなのかみたいなことはまあもうなんか文学的な話であって基基地は基地はですよねうんでえまあ読売新聞も今日産経新聞なんまあ,まあ産経新聞はほんまにもう今あの毎日のようにこれだけえ日本の周りでやばいことが起きてるぞっていうことを。 えー、もう本当あの先導新聞みたいな感じになってますよねええー、か産経新聞の今編集の中っていうのはどうなってるんですかねまあまあ一面を作るところと社会面や地方面を作る記者とではまた、あま、違う動きをしてるんでしょうけれどもねええー、毎日なんか 日本の危機はおるものはない,ないのか言うて「うんそんな記事がないのか前ら」って言うてええー、朝日新聞よりも安月給なのにかかわらず馬車山のように記者たちは働かされているんですかねええー、まあまあ読売新聞もおこれを今日、まあ、いわゆるニュースとしてはトップに持ってきております時刻は9時21分 でまあ、確かに、緊張は高ままっています日本やアメリカがこうあってほしいなと思う世の中からするとですよ、ええ、中国という国が力を持って、まあ、ロシアは力を失っているけど、まあ、とんでもないことを今、ウクライナでしててという中で,です、ね、インド洋の島国、スリランカ、はい、インドの一番南の端コモリン岬から。 沖合に浮かびますインド洋の涙真珠とも言われておりますスリランカです、えー、そこに中国軍の調査船が入港をいたしましたまあ港があって世界が自由に行き来できてそしてお金も払いますからと水や食料燃料を乗せていく、うんまあ、それはまあ,ある意味自由な あこととでああるべきだという考えもあるありますけれどなんでこれが問題になっているのかというと、まあ、釣りなんかに限らないですけど中国が巨大な経済力を持ってですね、えー、金貸してあげますよと、うん、ここの港整備しますよとこんな公共事業やりますよって言って、えー、そのお金貸したりとかしてやっていってですね結局、うん、破産させてしまうと。 あ統一協会じゃないですけども、えー、ほんで、えーまあ、開発は開発でインフラとかはもちろん残るんですけどそれを借金の方としてもう取っちゃうと、うん、何年間自由にもこっちが使えますよと、えー、かつて植民地の時代に,の時代にあの香港が、ね、イギリスに取られて99年間あんな999年ってしてもよかったのに99年っていう ね、しちゃったからまあ会社の介護になっちゃったわけですが、はあ、ああそうやってですね取っていくわけですね。でまあどうも多分その最初に、えー、甘いこと言うて「あお金何やった貸しますよ」って言ってる時点からそういうその、えー、高額当選で7,000万円以上をかすみ取られたね75歳の加古川の。 おばあちゃんもそうですけどもうそう最初からもうそういうシナリオができている、うん、って言うんですけどでもまあ他国は、まあ、まあ日本は日本でスリランカに援助はしてもらし,しアメリカもやってるでしょうけれど指をくわえて見てる間に港が取られてしまいそして一帯一路ですか、うん、我々が思う日本やアメリカが思う自由で、えー、なそのインド太平洋っていうものとは 違う中国のが覇権にらみを利かすインド洋ということにまあ今回なっていますよということまあスリランカのトップはもうそんなもうアメリカや中国やもうそんなところに巻き込まれて戦争なんの嫌ですってまあ言うてはるんですけどま,あまさにまさにまあ日本の平和ボケっていう言葉には僕は反発しますけれどへえそんなん言うたってあんたらそれは巻き込まれるわなと。 そそんな借金してそれで借金の方に港取られてでまあ中国の軍の調査船が堂々と入ってきてそれに対してアメリカがあね憎きと思わへんはずはないわけでありましてですねこれは多分まあスリランカだけの話じゃないということでそういう大きな中国とどう向き合うのかっていう意味でまあそこを全く何も触れないでいいということでもないですし。 えー、外務大臣に起さんを置いてですねえー、えーうん、その親中派の人を置いて、えー、ハニートラップにかかった人を置いていて果たして中国にどう向き合えるんですかっちゅうところはありますわな。うん、9時26分です、えー、クリミア半島の 弾薬保管場で爆発が起こりました。えー、この間飛行場がやられた時は火の不始末だというようなことを最初言っていました。うん、隠したかったんですかね。昨日報道プラニュースあのプライムの方ですね。えっ、ーえー、と PSTBS はあ横浜球場の中継をやっておりましたんで、うん。 えー、フジテレビの方ですこちらの BS でウクライナの問題を久しぶりに見ました、うん、まあ、まあ、時々やってはいましたけれどで現在の戦況についてですね、まあ、アメリカ軍が送った、まあ、今射程80キロぐらいの非常に精密なミサイルっていうのがあってこれがゲームチェンジャーとして、えーまあ、機能しているんではないかという、まあ、特集をやっていましてですね でまあ、もう正直ニュースの賞味期限というか、えー、伝える側も受ける側も言葉は悪いですがウクライナの戦争っていうのはもう飽きてきているわけですよね。えー、それはまあもういいも悪いも別としてもう飽きちゃってるんですよ。なのでよほど大きなことがなければかつてのような大きな報じられ方はしないわけですけどでまあその戦死者の数とかっていうことでいうと、まあ、その数字でいうとね、えー えー、減ってはきてはいるんでしょうで現在そのアメリカから供与された新しいその攻撃力によってですね、えー、ロシアの補給があうまくいかなくなっていっているただただその爆発させられて、えー、置いておく場所がなくなってというようなことだけじゃなくてその流通というかそういったことも含めてですね え弱まっていると,ころはあるとただまあロシアとしては本当に本当に総動員をかけてロシアという国の総力を挙げてやっていきゃもっと有利に戦況をできるやり方はきっとあるだろうしそれは分かってるんだけどできないという理由がこの何ヶ月かか,かってもまだ戦争が終わっていないという時にはロシアの国内の事情もきっと あるだろうし本当に本当にあのウクライナの側がですねロシアを蹴散らして元に戻そうとまあクリミア半島については今回の場合は多分交渉のところに入らないんだと思いますけれど東部の方とかっていうことでいうとあのスティンガーみたいな対空ミサイルとか今回導入されているようなミサイルではなくて。 軍事の専門家の話だと、えー、本当にその戦車とかっていうようなものですねええー、そしてその最新のものというよりは、うん、そういった装甲車両をしっかりともらってやらないと押し返すことはできないということはまあ結局結構まだまだ戦争は続くのかなっていうようなことを昨日の プラムニュースでではやっておりました、はい、9時29分ですさて、加、え、茂、ー、達夫さん、はいえー、北野誠さんとお二人に私、結婚披露宴のパーティーの司会をしていただきました、誠にありがとうございます、ーやんたんでいつもご一緒させてもらいまして、えー、一緒にお酒も飲みました、焼肉も食べました、えー、ゲームもしました。 はいえー、大きな声では言えないような、ね、こともみんなで一緒にやりましたですよね、集まってね、えー、楽しかった若かりし頃でございます、63歳、私より二つお兄ちゃんですね、えー、まあ、こっちゃんもちょっと上ですね、はいえー、でその達夫さんがあ、まあ、ラジオにもちょこちょこ来てもらったり、一緒にイベントやったりもしましたけど、急性水炎というのになりはったそうでございまして。 し、えー、しばらく入院してたとでまああの秋からのいろんなツアーとかもあったりする中で、えー、何よりもそのお酒ものだあかんということを言われたということでね、えー、まあまあお酒やめた人から言,う言わせるとそのまあ依存症とかっていうことは別としてやめた人からすると まあ,もうやいやあのときは飲んでたけどやめたらやめたなりの,の、あのー、生活なんやでともう、まあ、あるいはもうほとんど飲まへんようになったとほんまビールコップ1杯でもよくなったんやってもうそれでもええんやと、まあ、別に飲まんでもかめへんねんっていうことは聞きますだ,だ,だからそうなんだと思うんですそうなんだとは思うんですけどでもまあ今のところ考えられないですねこもさんとしてはね昨日もサイゼリヤで飲んでましたからねサイゼリヤは安いですね値段上がったとは言うもののね はい、生ビール、ジョッキいっぱい、まあ、前より上がってますけど、400円、税込み400円、一、はい、人で行って飲んでるんですけど、バイトの子があ生ビールちょうだい、お一つでよろしいですか、いやいや、それはあの人で来てるんですから、一人で来てるんですから、<laughs> それはそれはそら、それはいっぱい,いでしょうと。 追加するんやったらまた頼みますからと思うんですがあれまあ教育されてるんでしょうねお一つでよろしいですかはい、はい、お一つでよろしいですであとワインがあそこ安いんですよねボトルで飲んでも1100円やったりするんですけどグラスワインは赤も白も100円なんですよデカンタで250円ですからね <laughs> で、えー、白ワイン頼みましたはいで お一つでよろしいですかいやいや、さっきもいさっきも言いましたけど、ここにいるの僕だけで、ひょっとして後ろに誰かおったん隣に誰か座ってたんなんか夏の階段みたいな話ですね。ええー。あれ、伝票にひょっとして、2名って書いてあったんかないや、もう私でもだからわかりませんけど。<laughs> ね、一つで結構です。はい、えー。生ビール、白ワイン、赤ワイン、これで、 えー、600円です税込、はい、でえっとイタリア風煮込みはあ、もつをおもつ鍋みたいなやつを煮込みをもつ煮込みをイタリア風にしてるやつ350円ええー、でえっと小エビのフリッターみたいなやつですねええー、フライえ個入ってましたええ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  あ,であと、えー、ソーセージのピザこれが400円でしたね確かね、うんえー、1650円でしたはい、はい、ありがとうございます本日いただいたスパチャですべ、えー、て賄うことができました <laughs> ありがとうございます安いですね、まあ、こんなことを61になって一人で最善、えー、の,のみっていうんですかね してるさんからすると飲みたい時に飲めないっていうことが考えられないんででもなんか辰夫さんもちょっと酒の量が増えてたらしいんですよ最近え入院する前にあと何でしたっけ油っこい料理まああかんのかなあ,あまあまあコモさんも油っぽくないもんあんまり食べてないですからねそうですかはあ,あ 秋間さんなあこれえ体重4キロ減りましたうん多忙な日々が続いていたこともあり気分転換のためアルコール摂取量が増えていた来年のデビュー40周年に向け年末ライフも計画 TikTok にも力を入れるなど精力的に活動しているさなかでもほんまにまあそれで命を落とす人もありますしえーえ,ーえ,ーえーねえ気を付けてくださいよと。 いうことは全く本当に一言ではございません。はい、タツオさんどうぞお大事になさってくださいませ。もし機会があれば電動、えー、来てギター一本よかったらはい弾いてください。お待ちしております。時刻は9時35分です。さてこんなことあるんですね。あのー。 国見岳っていう、まあ、九州を代表するまあ山の一つですよね、えー、熊本にございますここに登って下山中に行方不明になってた人がありました、まあ、まあ携帯も持ってたりはするんでしょうけど見つからなかったんですね行方不明から7日経って昨日林道で発見されたとまあ大変消耗はしていたけれども、えーまあ、命ちょっとした怪我はあったけれども、うん まあ命別状なかったということで水だけ飲んでたっていうことなんですけどね恐らくこんな暑い時期ですから凍死することはないですしえ水がちゃんと取れてたら脱水とかいうことにもなれへんかったんでしょうけどえ転落をしてえ意識気を失っててで意識失ってたら夜になってたんかな。うん うーんルでもスは当然ね、えー、心配されて捜索も出てたんだと思うんですけど、えー、水があればまあ逆に7日こうやって生き延びることができる、まあ、38歳どれだ、まあ、体力のあった方なのか山に地震があった人なのかそういう経験があったのかわからないですけれどもね。うんまあ、水の事故で えね、子どもさん含めてあるいは助けようと思った人があ流されて亡くなってしまったりっていうようなことがこの時期非常に多く報じられている中で、えー、まあそれぞれの事象は当然別のことですけど、はああうんよかったまずはよかったなっていうのとあとまあ水分っていうのをちゃんと取れる状況 お水飲むっていうのは、まあまあさっきのそのお酒との兼ね合いもそうですけれど。お大事なんだなあっていうことは。思いましたね。うん。九時37分です。え甲子園球場ですが、大阪桐蔭強いですね。やっぱりね。うん。他下関国際、そして熊本の九州学院。福島の成功学院。 ベスト8に名乗りを挙げました準々決勝は明日行われるということでございます。いよいよ大詰めですね。大阪桐蔭がやっぱり勝つんかな。なんかどんな試合やってても強いですもんね。ちょっとリードされててもねえ、そんなん大丈夫って思って見ていられる、うん、チーム。 ですよねすごいなうらやましいなあうん、えー、9時38分すいませんちょっと今エロサイトの攻撃を受けましたのでこれを削除いたしますお時間をいただきますよいしょえ 時々来よるんですね。このエロサイトがね、えー、失礼いたしました。阪神タイガースですが、7連敗でございます。同じような試合展開でやられている。何とかしたいと思って選手もやってくれてるけど、形にならないという。矢野さんはい。えー、とあの後、公爵の解説は監督辞めてからでもいくらでもできると思います。んで、声がかかれば。 あすいませんが、なんとかしてもらえないでしょうか、うん、あのー、佐藤輝明をやっぱり、まあ、打てないんですけど、打てなくても、やっぱり4番に置いとくべきなんじゃないんかなと、まあまあ、阪神の素人監督は5万とおりますのでね。 ええそんな人らが一つずつ言うことを聞いてたらやってられへんのが矢野さんの本音なんでしょうけれどもまあ他の外国人を4番に持ってきたところで大振りしてボール球振って空振り三振できるわというイメージなのと一つ間違おうたらねあの逆風でもスタンド持っていく力があるまあまあそれは外国人だってそうですけどねそのでも手玉に取,る取り方がまあ読めますやんか。 でしかもまあこういう大変な時に調子も悪いけどそういう経験をさせておくっていうことも含めてですよ、うん、あるいはまあファンの納得ということも含めてで言うとまあいろんな手は打ってほしいですし基本に忠実にとエラーのないようにっていうのもまあ当然のことではございますがえー、えー、大山が練習に戻ってきたんかなうんですかね。 えー、まあ、うん、ねええー、金子さん2桁負けは避けたいと言ってはりますが開幕のあの連敗に今あ近づいてきておりますよねうんなんかあの負ける気がしないという時も今シーズン ちょっと一時期ありましたけど、えー、今ほんまにあの素人目に見てて勝てる気がしないというのはあこういう時のことでしょうねまあそれもこれも含めて楽しませていただいているわけでございますがはい以上「助監チェック」ヘッドラインについてお話をしてまいりました時刻は9時41分ですさてえー、今 この長官チェックご覧の皆様、ま、北は北海道、ね、北見でいつもご覧いただいて今度、はい、北見に行かせてもらいますでご覧の方いらっしゃいますし、えー、熊本からも、ねえー、何もやったかハ、はいイさんいただいたりしておりますがあそしてあ、まあ、海外からもですよ、ね、この間ヘルシンキから、ねえー、スパチャユーロで頂戴いたしましたしアメリカでもご覧いただいたりしております。 えー、今チャットのできる方250人ほどの方高評価124となっておりますがポチッと押していただいて、えー、どこでご覧いただいてるのかパパパッ,パッパーとこう書いていっていただいたらうれしいんですけどよく西と東でまあ,あ国民性が違うと、うんまあけまあ、県民性というかですね違うというようなことがございますが、うん、YouTube をはじめましてまあ あのラジオやってた時もおそらく、まあ、ラジコなどを通じてですねトークで聞いていただいてた方もあろうかとは思うんですがユーチューブになっているからあのだいぶ広がったなということを実感したりしてるんですね。はい、金子さんなら、はいえー、浩二さん、京都尼崎太郎さんは尼崎そうです、ね、ブルピータさん、大阪はい秀子さんは徳島あ前に来ていただいてありがとうございます。はい 奈良やっぱりまあそれはあね関西でラジオをやっておりましたんで関西ローカルですのでそれはまあ駒さんのことを知っててっていうのはあやっぱり関西の人でまあ MBS のラジオでいうともう岡山も、うんね、え香川も徳島もエリアみたいなもんですからあそこで聞いていていただいた方が 多いんですけどお肉を売るようになって結構全国いろんなところで聞いてくださってるんだなと n b s ラジオの電波ということとは別にもともと知ってくださってたのか新たに朝刊チェックになってファンになっていただいたのかわかんないんですけどリソナ総研が調べました「関西人はネッ,ネット通販でも安さにこだわる」という「 読売新聞の話題なんですよ。えー、えー、ナ総研がまとめました2021年のネット通販市場調査。えー、全国9地域で調査したところ、関西は2019年コロナ始まる前に比べて通販の利用が4割増えました。1. 4兆円という市場規模なんだそううです、はいえー、ということは1兆円だったのが1兆4,000億になったと伸び率が最大ということですね。全国の他の地域に比べて、まあ、まあ東京とかに比べたら遅れてたというふうに言えるのかもしれませんけれども、えー、コロナでどこも行かれへんようになってであのネット通販をする人が関西の伸び率が非常に高いということですね。 医療品や医薬品の購入に利用する人が多く安い店を探して購入する動きが中心と見られているとネットでどこが安いか、まあ、比較サイトなんかもありますからそれ見て、ええ、ちょっとでも安い、まあ、これほんまなんかな、まあ、うそういうフィルターで見られてるのかわかんないですけど 確かに。6も展示場推し商店街ね、えー、マスクがあの50枚150円税込み165円で売ってる街ですからそれは安いんです一方関東では食品の購入やゲームソフトの有料ダウンロードが目立って食品は地方の特産品の取り寄せがなどが多いと。で荒木首席研究員はネット通販の世界でも関西では 安く買うためにネット通販が選ばれ生活の充実を目指す関東とはスタイルが異なるのだとこういう書き方されると関西人としてはちょっとムカつくとこあるんですけどただまあまあ同じもん,じもんやったらそれは絶対安い方がいいですよねで安いもんこれ何ぼやと思うって聞かれた時に関西人はめっちゃ安い方に言われることの方が自慢やと思いますしええー。 1,000円すると思ったものを300円でいいえこれ100円で5点でっていうことをまああ自慢する関西人多分まあ関東の人にはそういうことはなくてこれいくらだと思う ?5,000 円うん1万円っていうことの方がすごいっていうこのそのフォッサマグナは確かにあるかとは思うんですが同じもんやったらですよ、う。ん コモ、まあまあ、さんの紹介しているもんは基本ええもんなんでそのや安いっていうことに価値を持っているもんはコモ、まあ、さん基本的に紹介してないんで、まあ、単価はそれぞれ何百円のもんからいろいろありますけれども、えー、でいや見てると今まあこないして見たらどこで見てますって、まあ、今言うても250人ぐらいの人が見ててその中でここで見てますって言った人なんて10人ぐらいなんで。 えー、他の人は黙って見てはるんですけど鹿児島の人がいるぐらい東京多摩が行ってはるぐらいであとはみんなまあ,あ関西の人ですわ要は MBS のエリアの人がまだまあ圧倒的に多いんだけど今回お肉売らしてもうて。 まあだからその安いもんを買おうと思う関西の人にはヒットしてないのかもしれないが買、まあ、うてくれてはりますよ買うてくれてはりますしあのスパチャの気持ちで買うたんですって言っていただく方とも昨日電話でお話しさせてもらってほんまにそれはありがとうございますっていうことなんですけどあの結構だからあのいろんなところで買うてくださってて。 えー、関東の方もそうですし、えー、愛知の方とか、えー、あこんなところで見ていただいてるんやと思っていや、まあ、さネット通販ですから全然朝刊チェックと関係なく何なか検索して一頭買いとかで来られてるのかもしれないんですけどお一人お一人別にそこチェックされて、えーうん、買い物してはるわけではないしコメントがついてるわけでもないんですけど。 面白いなとは思いました、ね、うんただまあねなんか「関西お笑い」えー「えー、安い」えー「ゲラゲラ」「下品」みたいな,なんかそう,そういう書き方をこのリソナーがしてるみたいにも思えるなんかまあこっちの勝手な、うん、気持ちかもしれませんけれどもえー、えー、のはどうかなと、うん、まあまあいずれにしてもだからまあ僕はそうですね このように品評会で最優秀を取ったようなお肉を販売していく顧モさんとしてはです、ね、これからお、ま、魚、あの安いもんが一番やっていう人はもう切り捨ててえその人はうどうでもええ、どうでもいいあええー、と関東の全国の、うん、いいものを、うん、なか高かったってそれは仕方がないでしょっていうタワーマンションにお住まいの田園調布の皆様に。 はい、<laughs> できへんちゅうねんそんなことはそんなことはできませんがなうん、えー、できへんねんけどああじゃあまあ、まあ、ネット通販でもそういう傾向はあんねんなまあさあ,さあそうですわなそんなもんネット通販やから言うて変わるもんでもないでしょうしねえーまあ、しかし冒頭でもお話しさせていただきましたがええー、さん困っております まだまだあ売るほどお肉がございまして、えー、お肉もちょうどまあまあ熟成はあ、ね、できておりますのでおいしい状態で召し上がっていただきます21日にはああのクルーズも行われまして本日が締め切りとなっておりますまもなく10時になりますと IAC トラベル大阪支店で、えー、電話の受付開始でございますので、えー、どうぞ皆さん、えー、清水の舞台からせーので。 みんなで飛び降りれば怖くないということでですね手に手を取ってコモさんのショップからお買い物をしていただければと思いますある日突然朝刊チェックが終わったということはコモさんのお金が尽きたということで家賃が払えなくなって隣の福田さんにご迷惑をおかけするということになってしまいますので笑っておりますが 笑ってはおられませんのでどうぞ買ってくださいませお願いいたします USJ が値上げするそうですねはい強気ですよね、えー、ワンデーパスがまあ,あの時期によって違うんですけど9800円になるそうです9400円から9800円まあさすがに1万円超えてということは要請へんかったんですかね10月からワンデースタジオパスの最高価格を9800円に上げますと。 10月下旬はハロウィンなどで年間で一番人気の季節なんで混雑の平準化も踏まえて判断した言うてみたいもんですよね今東京ディズニーリゾートディズニーランドやディズニーシーもですね待たないということ、ま、待ってもらうことよりも,もう人数減らしてまた待ってもらえへん方がいい逆にまあ待ってる時間は食べることも お買い物することもできませんからね、えー、人数減らした方が結局客単価上がるっていうこういう計算もしたたかに多分してはるんだと思うんですけれどあー値段を上げることでちょっと高いからやめとこうと別の時期にしようというまあ特にまあお金はそんなにない若い人たちを誘導しようということもあるんでしょうけどね、えー、10月22日。 以降土曜日曜祝日が対象で最高価格が1デー9800円になるということでございます。だからまあまあ結局値段というのは数字で比較対象できるものでもありますけどまあその人にとっての価値ということですからねそこはね。だからまあ一方であのサービスをよくはしてほしいんだけど。 公共のところが、うん、その図書館は別にスターバックスはサードプレイスを提供するのに、まあ、あの内装であったりとか、まあ、コーヒーの品質であったりとか店員の教育であったりとかで、えー、値段が普通の喫茶店より高いのはそれは仕方がないですし本当はスタバーへ行きたいけれども100円のコーヒーでコンビニで我慢しておこうという,う貧乏人もいると。 まあその100円すら出されへんちゅうこともありますけどまあわざと言うてますけどまあそれはまあいいんですけどただああまあ図書館でないと進めないという人たちもいるわけですよねまあそれが全部その生活保護とかっていう話じゃないんですけどまあ動物園とか水族館とか。 今、神戸はね、ま、えー、の水族園もこれ、改装工事してですね、値段の高いものにするわけでしょ。USJ 行って、まあ、一家で5万円、ものを買いますからね、ぬいぐるみ一つも買うたりすると、結局、入場料9800円払って、買い物しに行ってるようなもんですからね、東京ディズニーランドなんかでもほんまにそう思いますわ。えー 三井のアウトレットやったらタダで入って買い物したらいいんですけどあそこはもうね買い物しに入るのに金いるわけですからあそ,れ、まあまあ、それはそれで民間でいいしそれ,それがあるからこそできるアトラクションの素晴らしさもあるんですけどイルカのショーがいるかどうかはともかくとしてやっぱり一、まあ、人800円とか500円とか。 一家で行っても3000円でおにぎり持ってったらそれ以上かからへん電車代と何千円かで行けるっていう場所はやっぱりいると思うんですけれどもねうんどうでしょうか、うん、時刻は9時54分でございます。 では今朝の一言と今朝の一枚に参りましょう今日もご視聴誠にありがとうございました最後の二つのこのコーナー私大切にしておりますよろしければあいいねを押していただきながらここで離脱せずにご覧いただければというふうに思いますでは参ります今朝の一言です僕は歌で戦う 声が僕の武器だからウクライナ人声楽家デニスさん、えー、大國文子さんという僕の大好きな毎日新聞の記者さんがいらっしゃいます明日天気になあれでしたかというコラムを持って貼りまして、えー、明日元気になれや、うん、彼女が、まあ、実は ちょっとポリプトンので入院してはって声出されへんかったりっていうまあそういうプライベートなこともツイートされてるんですけどお大事になさってください。僕は歌で戦う声が僕の武器だからウクライナ人声楽家デニスさんの言葉と真正面から向き合いたかったというのでコラムを書いてはるんですね。で今回まあその内容はまあ皆さんまた ご覧いただい,たらいいいたただらんですがこの歌で戦うという言葉をデニスさんはこれまでもずっと言い続けてきててまあ母国ウクライナが今侵略をされて多くの人がまあ命を落とし世紀の戦争だけじゃなくて虐殺され拷問され強姦さ,されっていう状況がある中でですよ彼は声を武器として僕は歌で 戦ううんだということいこを主張してるんですねしかししかしそのことを彼が訴えてもメディアがどう伝えたのかっていうと過去のテレビ局などの取材ではそのデニスさんの訴え自分の声が武器であり自分は歌で戦っているのだというところは削除されそして 平和のために歌っているんだ。みたいな表現に変えられていくんだそうです。これ、ちょこちょこストレートニュースなんかでも、そういう問題が指摘されていました。ですよね。まあ、それが、その何かしらの政治勢力なりの、その陰謀論的なことなのか。まさに、まあ。 嫌いな言葉ですが平和ボケの日本人が視聴者をある意味心の奥底でどっかでバカにしながらこういう言葉で言うといたったらまあニュース一本できたわという制作者側送り手側の怠慢なのかもしれませんが自分の国が戦争をしてて。 で声楽家として僕は銃は持たないけれどミサイルを撃つこともないし戦闘機でや戦車を操るわけではないけれど自分の声を武器として戦っているんだという思いでいるという人を取材しながら取材しながらですよ取材しているということはその人のことを知っていてその人が何を言っているのかということも知っていてでも伝えるときに彼は平和のために歌っているんです。 何か違うよなっていうことをまあ小国さんは気が付いて日本語の言葉を探して必死で答えてくれたデニスさんの言葉とその背景にある思いをそのまま伝えなきゃならないと思いましたと歌うことが戦いである人がいるのであるとそのことの重みをしっかりと受け止めたいと思いました。 日本ウクライナ音楽協会のサイトが貼りり付けてあったりいたたいししました、はいまあ、僕はまあ個人的に大栗さんあのよくなってくださいねっていう思いを持って、まあ、ツイートを読んでたんですが、えー、昨日そんなことを書き込まれてはりました「僕は歌で戦う声が僕の武器だから日本のメディアはなぜそれを平和のために歌う」というような言葉に書き換えるのでありましょうか。 今朝の一言でございましたでは最後はアンテリジャンがお送りする今朝の一枚でございまーすえー、っと今日はインスタからご紹介をいたしましょうねはいハッシュタグ聴観チェックをつけていただいておりまして投稿をいただいておりますおかげさまで聴観チェック 登の投稿も100件以上となっておりますねはい、えー、磯野上野丸さんはいラジオにもよく投稿されている方でございますがありがとうございますこちらです昭和レトロ家電ですと懐かしいものがこれまだ今現役ですかちゃんと涼しいです 首振りの角度が調整できる高性能品、うん、あこの,このボタン、<laughs> ああ、えー、そして、もう、カチャカチャですしね、えーこれ、機械的なところですが、懐かしいな。 今も現役だそうでございますまあでもエアコンがないとね過ごせないようなことでもございますのでどうぞあのうまく使い分けてくださいませねあなたもぜひ今朝の一枚をこちらにお送りくださいませお願いいたしますハッシュタグ長官チェックをつけていただきましてインスタグラムあるいはツイッターに投稿していただきますとコモさんを探してご紹介をいたします毎月お一人の方にアンテリジャンからフォトブック券のプレゼントがございます8月は31日でございます 今日も長い時間ご視聴誠にありがとうございました。ではまた明日インジャンでお別れでございます。参ります。また明日インジャンチョキ。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録そして高評価を忘れずにお願いいたします。また明日です。